小水です。優しくパッティングしていきます。こちらもゆっくりとなじませていきます。化粧をしていきます。
ちらのブラシでお顔になじませていきます。それでは次はアイシャドウを塗っていきます。
そして最後にこちらの一番濃いブラウンを目元の引き締めのところに乗せていきます。
でしたか。それではまたお待ちしております。